はい、皆さんどうもこんにちは、ヒロシのカプレーガーです。今日はですね、まあ、あるウイスキーがですね、明日2021年3月23日に新発売されるということで、少しね早いんですが、行きつけの酒屋さんに行ってね、入荷しているかちょっとね見ていきたいと思います。では行ってきます。いかがだったでしょうか。こちらの酒屋さんはですね、山形県でも一人を争う品揃えの酒屋さんで、最近は少量銘柄ですが量り売りもしていますので、ウイスキー初心者の方にも優しい酒屋さんになっています。概要欄にお店の情報など記載しておりますので、量り売りなどね気になる方はぜひ行って買ってみてください。そんな酒屋さんでですね、まあ、今回買ってきたのはですね、明日2021年3月23日に発売する王道のスコッチウイスキー、こちらじゃん、バランタイン7年、こちらをね購入させていただきました。なんとね、箱もねちょっといただいてきちゃいました。買ったのは1本なんですが、こちらね中身はねこのようなボトルになっていますね。こちらはですね、ブレンデッドスコッチウイスキーとなっています。これね、一応発売日は明日3月23日なんですが、まあ、大体ねどこのお店でも2、3日前ぐらいにはね売られていることがよくあります。まあ、山形1日前でしたが、関東などではね、まあ、先週の金曜日ぐらいから売られているお店も結構あったというお話ですね。私もちょうど行ったのが午前中、お昼前ぐらいだったんですが、ちょうどその時にはまだなくて、で店主さんにあれバランタインまだやっぱ入ってないですかって聞いたら、あ、今ちょうど来るよって言われて、問屋さんがなんかトラックでね運んでくるから、まあ、ちょっと待ってればもう今来ると思うよなんて言われて待ってたんですよね。そしたら来ました、トラックにね乗って、このバランタイン7年がね届きました。まあ、そのおかげでね開封するところまで見せていただいて、なかなかね珍しいシーンを皆さんにもお見せできたんじゃないかなと思います。なかなかねこんな届いてすぐのウイスキーを開封するところまで見せてくれるなんてないですからね。いや本当にね酒屋さんありがとうございます。こちらはですね、スコッチウイスキー世界売上第2位のバランタインがね出した新製品となっています。まずは情報から。バランタインはスコットランドのハイランド、ローランド、スペイサイド、アイラの4つの地方の厳選されたモルト原酒とグレーン原酒を使用したスコットランドを代表するブレンデッドウイスキーです。バランタインの熟成年数を記した商品には12年、17年、21年、30年がありますが、その元祖は初代マスターブレンダーであるジョージ・バランタインが1872年に世に送り出したバランタイン7年です。バランタインの熟成年数表記ウイスキーの元祖バランタイン7年が今回新発売されました。ということでですね、まあ、バランタインのこのね熟成年数表記の元祖がこのバランタイン7年だったんですね。このようにですね、様々な熟成年数のバランタインがあるんですが、7年というね少し中途半端な目新しい熟成年数、こちらバランタイン7年、バランタインの熟成年数表記ウイスキーの元祖という意味が7年には込められていたんですね。こちら中身の原酒はオークダルで7年以上熟成させた厳選モルト原酒をバーボンダルで高熟させた原酒ということで、手間暇のかかったブレンドとなっています。ボトルもですね、黒と金を基調としたボトルラベルデザインとなっていて、高級感のあるラベルデザインですよね。こちらはですね、先ほどの山形県の酒屋さんで購入させていただきました。価格は1780円、容量は 700ml、 アルコール度数は40度となっています。早速ね、そんなバランタインの新製品バランタイン7年を飲んでみたいと思います。キャップはね、中赤くてかっこいいですね。スクリュータイプのキャップとなっています。このようにですね、色味は
結構綺麗な琥珀色になっていますね。はい、それでは早速香りから。おー、香りもいい香りですね。やっぱり他のバランタインにも通ずる蜂蜜のようなね、芳醇な香り。そしてね、結構麦芽感はありますね。とてもね、いい香りですね。では早速いただきます。これは美味しいですね。まずね、口当たりとか喉越しというのはすごくトゲがなくてスーッと入ってくる、全くね癖のない喉越しになってますね。そしてね、こう焼いたリンゴのようなすごく甘い感じと酸味のある口当たりで、樽のビター感とかキャラメルのような甘さもねちょっと出てきますね。やはりね、これバランタインらしいすごく重厚な味わいですね。これはねかなり美味しいですね。一応希望小売価格は2100円になっていて、まあこの味わいで2000円前後で買えるわけですから、これは絶対買って飲んでほしいですね。これは美味しい。このねバランタイン7年は限定発売でも数量限定でもないので、まあ、どこでもね手頃に買えるブレンデッドウイスキーになっています。これはね本当にウイスキー初心者にもおすすめできるかなり優良ウイスキーだと思いますね。美味しい。最近はジャパニーズウイスキーのねすごいプレミア感が出てきて、なかなかね買えない方も多いと思うんですが、スコッチウイスキーいいですよ。これ2000円ですからね。こういうね手頃な価格でも十分ね本格的な味わいを楽しめますので、まあ、この機会にねぜひバランタイン飲んでみてください。まあ、バランタインだけではなくて、ジョニーウォーカーやシーバスリーガルなど、このね3銘柄は低価格帯でも十分本格的な味わいのウイスキーを味わえますので、ウイスキーをね本気でこう飲んでみたいという方は、まずはねこの3銘柄から試してみてもいいんじゃないかなと思っています。まあ、この3本は本当にいつでもどこでも買えるスコッチウイスキーですので、まあ、ウイスキーをね始めたい方には本当にもってこいの3本です。ぜひねこの3本買って飲んでみてください。美味しい。あっという間に飲めますね。今回ねご紹介したこちらバランタイン7年は一応明日2021年3月23日発売となっていますので、まあ、皆さんの住む酒屋さんにもね明日になれば確実に置いてあるとは思いますので、ぜひね行って買ってみてください。ということですね、今日のひろしの隠れ家は田舎の酒屋で買ってきたバランタインの新製品、バランタイン7年、こちらをご紹介させていただきました。ではまた次回。